俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、昨日ですね、 PC 版の先行アップデートが来ておりまして、一部ですね、荒野行動パソコン版先行でですね、新規データが入っております。今回はそれについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれども、今回追加された要素っていうのがイベントの方にあります。ちょっと開いていきますね。はい、イベントのペンギンのタブにあるですね、ペンギンっていうタブ作ったんだな、ペンギンのタブにあるですね、こちらのハッピー雪祭り演技の魚っていう新しい新規イベントが来てますね。はい、こちらの方がまあ、その魚取りチケットっていうのを獲得することによってまあ、なんやかんやできるっていう、そんな感じのイベントという風になってます。はい、一応ですね、ミッション達成することによって魚取りチケットを獲得と。はい、魚取りチケットを使うことによって魚を取ることができます。要はでかい魚を取ってたくさんのポイントを獲得してねっていう風に言いますね。で、ポイントは一定量に達成すると、いつものクッキーがもらえるって感じです。一応まあ魚の方ですね、任意のモード2回完成と、通常でトップ80、通常バトルで3人撃破で、その3つのミッションをこなすことによって、各々1枚ずつチケットがもらえるという風になってます。というわけで、じゃあ通常の方にですね、適当にソロクイーンで入ってですね、戦闘の方ですぐ死ねばトップ80入れますんで、はい、入った瞬間もうトップ20ぐらいですから、それで1回チケットを食べていきますね。はい、というわけで戻ってまいりました。早速ペンギンの方見ていきましょう。こちらの演技の魚でチケット獲得可能ですね。これで一回ミニゲームの方してみますね。はい。魚を取る。これ一応あれだ。練習もあったんだな。チケットを消費して。どういう。これなんかあれなんだ。キーボードで選択できるの。俺のキーボードさ、消えてるから。なんかそれ、めんどくさ。なんかめんどくせえあれだ。めんどくせえやつや。ああ、これ。なにこれ。なにこれ。いや、もうこれもうさ、キーボードじゃなくてさ、押させろよ、もう。ねえ。押させろよ。何これ。めんどくせえ、めんどくせえ。それは、押す方が楽なんだよな。正直。あ、こういう、あ、これででも、一気にポイントが大量に手に入るみたいな、感じの、あれなんすね。いや、よくわかるんだ、これ。うぜえ、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 うぜえ。めっちゃうぜえなぁ。めっちゃうぜえ。あ、これでポイント手に入るって感じですね。ツアー取ったらいけないと思い切り取ってましたけれど。これで、分のポイントが溜まったら、そのクッキーが手に入るみたいな感じですね。今までのその、イベントと比べると、ちょっと手に入るポイント数は若干少なめかなっていう、正直そんな感じの印象ですね。あれが一番良かったですね、手に入るやつは。スクラッチのやつが一番効率良かったなっていうふうに思います。そういった感じのイベントが来るというわけです。で、僕はこのイベント検証していってじゃないですか。いや、もっと他にいろいろアップデート要素追加されているだろうみたいな。そういう風に皆さん期待されたでしょう。ない。ないよ。ない。俺びっくりした。なかったもん。アップデートというかデータ更新入ったのに、これ以上追加されている要素はありません。はい。しかしですね、その火曜日、昨日なんですけれど追加されたのが、火曜日追加されて、おそらくですけれど木曜日頃にですね、スマートフォンにも、この、説明した要素っていうのが来ると思います。そのタイミングとか、あと金曜のタイミングとかで、おそらくガチャの方が来ることが予想されます。先行でね、そういう期間限定のガチャっていうのは最近始まらないこともありますんで、それをちょっとですね、待ち望んでやっていけばいいんじゃないかなっていう、これでイコールガチャが来ないっていうわけではございませんので、そんな感じで、はい、考えておくといいんじゃないかな、というふうに思います。ガチャは同時開始、イベントは先行開始、そんな感じですね。こうやってガチャの方を見ていってもないっしょ、追加されてないんですよ。はい。ですんで木曜日になってから改めてスマートフォン版ですね、皆さん見ていくといいと思います。いつもやったらですね、PC 版の車両データが入っているフォルダの方を見ればですね、実際ガチャが追加されるのかされないのかっていうのがわかるんですけど、今回は新規の車両っていうのが、新しく追加される車両っていうのが事前にですね、豪華限定版で出ちゃってますんで、わかんないんですよね。わかんないんですよ。実際木曜日になってみないとわからんと思います。というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、ゲームセットか運営界隈のみんなの良し悪し含め、いい意味で荒野行動、いい意味なんかな、いい意味で荒野行動っていう独特のサブカルコミュニティは確認されているよね。もっと多ジャンルの寄せ集めみたいなことをしてほしいと。荒野行動界隈に話を限定しましょうか。まず界隈がいい意味なのかって言われるとよくはないかなと思います。一番いいソーシャルゲームの界隈は FGO ですね。そのゲームというコンテンツ自体を反映させるためのですね、そういう土壌っていうのは整っていると思います。
ポケモンとかもまあ界隈としてはとてもいいですね。コンテンツを継続させるためのいい界隈を持ち合わせているかなというふうに思いますが、まあ、コアコードにそういう要素があるかと言われると微妙ですね。二次操作がないですし、何があったらですね、後ろから刺してくるようなプレイヤーが多いのがコア界隈というわけで、まあ、運営会社としても、まあ、そして一コンテンツとしても、リスクやデメリットをですね、抱えている界隈となってまして、まあ、コア界隈といえばこれだよね、みたいな安定さはあっても、それがいいのかって言われたら、よくはないかなというふうに思いますね。はい。コンテンツが継続できない理由にもなり得るんで、そこはちょっと微妙なのかなっていう。何よりですね、まあトラブルの元になってるっていうのがでかいですよね。まあ外から見てどう思われてるかっていう部分で、基本的にこういう話をしていくときに、見る目線はですね、置いた方がいいのかなっていうふうに思います。外から見たら荒野行動、界隈の方に関しても、かなり印象は悪いですよ。だって、好きやらば逮捕者とか、まあ事件になるようなゲームですよ。荒野行動ほどそのニュースのですね、タイトルになったゲームってないと思います。まあ、たまにポケモンで逮捕者が出るとかありますけれど、だって人数的にはね、ポケモンの方が多いのに、荒野行動の方が多いですからね、ニュースになることは。悪いニュースの方ですね。そういう風に考えると、いい意味なんかなって思います。はい、安定はしてますね。まあ、安定していても、それが繁栄に結びつかない安定だったら、ダメっすからね。うん、安定して、まあ事件になるとか、安定して揉めるみたいな。こんな感じですし、まあいろいろそのニュースになるのもそうなんですが、例えば大会でですね、第2回、荒野杯、荒野の光かな、の全国大会みたいなのあったじゃないですか、オフラインの。あれで、まあその優勝した e スポーツプロのチームが不正をして失格になったとか、外から見たらですね、何みたいな思いますよ。それがいい意味なんかって言われたら、いいっすか？まあそれって八百長っすよね、要はやってたことは。八百長みたいなもんですよ。八百長事件で言うと、まあ e スポーツプロなんで、同じプロスポーツで言うと、プロ野球でも昔ありました。70年代、80年代ぐらいに、黒い霧事件っていうですね、同じく野球タバコを絡めたですね、まあそういう八百長事件っていうのがあったんですよ。これがあったことによって、プロ野球というコンテンツは一時的にかなり人気を下げたんですよね。はい。それが解決するのにも何年も時間をかけて、はい。結局、そうやってですね、活動している選手だったりとか、界隈だったりとかが、まあそういう悪いことを起こすことによって、コンテンツは下がっちゃうんですよね。はい。今の人はもう黒い霧事件とか知らないと思いますけど、まあわからない人は調べてみてください。この先まあ、やっぱりですね、どう辿っても、やっぱり e スポーツプロっていうのは、プロスポーツの道と同じ道をたどると思いますんで、そこら辺を勉強してみると面白いと思います。で、次ですね。車の性能変わるのあっていいのかわけわからんけれど、アンケート取ったら運営知らん顔しそう。自分の持っている車を一回性能比較してみるのもありですね、と。まあ、そもそも運営は、あれですよ。車スキン変えるだけで性能が変わるっていうところを認めていないですからね。まあ、ギンナーさんがたまにですね、マクラーレンのその性能下がりましたかみたいな。スキン自体を運転しているときに、通常よりも遅いですかみたいな。言い回しをすることがあっても、ノーマルスキンとマクラーレンのスキン、比較した時にマクラーレン課金スキンの方が性能がいいですよみたいなことを一度も認めたことはないですね。まあこれ結構ですね、話すと長くなるんで今回は割愛しますけれど、運営は基本的に見た目のみが変わるだけですよっていうスタンスにしています。ここをね、ほんとね、説明していくとすごく長くなるんであれなんですが、そもそも性能が上がるっていう、そういうような認識をしないように運営側はされてますんで、そういうことをアンケート取ることも聞くことも、そして肯定も否定もしないと思いますね。